こんばんは、皆さん。今日は3人パソコランから来てますので、まず、西岡さんからお願いしま もっとこっち入らない こっち じゃあ、始めたいと思います。NPO 法人練馬パソコランです。もうですね。はい。会の紹介をさせていただきます。会の名前はですね、練馬区のパソコンボランティアの略です。で、今ですね、会員は36名、30代から80代の方が、いらっしゃいます。で、公務員、会社員、主婦、会社のリタイア、人などの、集まったような団体ですね。で、一応年会費、で、成り立ってまして、定例会は毎月第2土曜日1時半から行ってます。で、定例会の終わった後はですね、この名前だったらこうみんなしてこう近くの居酒屋で一杯、最近一杯ですよね。その後どうなるか分からないし、ということをやってたんですけど、最近はですね、残念ながらちょっとできずに、そろそろまた復活できるかなというところですね。そんなような会ですので、よろしくお願いいたします。じゃあ、バトンタッチします。皆さん、はじめまして、こんばんは。会の代表の大角美智子と申します。本日は夕食の時の慌ただしい時間帯に、ご参加いただきまして、ありがとうございます。本日は念のためマスク着用で皆さんにお話しさせていただくことをご了承ください。あまり公開したくない顔で、なので、ちょっと隠しております。はい。それではですね、次の画面に移っていただいて、練馬パソコランの活動内容なんですけれども、まず、練馬区主催のパソコン教室と継続サポート、2番目としましては、知的障害者支援施設、これは光の子のステップで講師派遣という形で行っております。3番目は、会議へ直接依頼。主にネットまたは電話、ファックスなどで依頼が来た、障害をお持ちの方に対して、会員が、で、4番目は、IT 支援者への教育活動。これも練馬区主催の活動になっています。で、本日は、この1番目と4番目、色はちょっと変わっていきましょう。と思います。まず、練馬区主催のパソコン教室と継続サポートについてです。パソコン教室は普通の町のパソコン教室と違って、一人の講師がいて、全体にこうさあ一緒にやりましょうみたいな形ではなく、本当に一人一人に合わせたカリキュラムでやっております。で、継続サポートは希望があれば、合わせて、ここで3回って書いてあるんですけども、1回または2回、3回、マックス4回まで行っています。で、ご自宅でのサポートもありまして、パソコンとかタブレット持ってない方に対しては、その購入相談、一緒にお店に行って買ったり、あと個別に練習のサポートなどをしています。で、これらの活動は、窓口は練馬区になっています。で、実地の方は練馬パソコラン、私たちの会の方でやらせていただいてますので、そういった役割分担になっています。はい。次お願いします。区の方で、毎回区方でパソコン教室の募集の案内を出してくださいます。ちょっと文字が小さいので見にくいかと思うんですけれども、コースとしましては、入門コース、それとワードコース、エクセルとタブレット体験コースですね、それと視覚障害の方向けの読み上げソフトのコース、この5つのコースに分かれています。そして、最近嬉しいことには、以前はリピーターの方の応募が多かったんですけれども、最近は新規の受講生の応募の方が増えています。これもやはりパソコンとかタブレットの
普及がとても目覚ましく、やっぱり必要を感じてのことじゃないかなと思っています。では次のページですね。ではちょっと詳しくパソコン教室の活動を、この区報の募集から教室開催の前日までのことをちょっとお話しさせていただきます。コーディネーターってここに書いてあるんですけれども、コーディネーターというのは会員の中でちょっとサポート経験が長い人がやっております。主に受講生、区が募集した受講生、まあ一応8名なんですけれども、大体まあ、その募集を超えて抽選になるんですね。で、抽選した当選者に対して私たちのこのコーディネーターがインタビューします。どんなことをするかというと、お聞きするかというと、パソコンを勉強して何をやりたいですかとか、主なこの症状ですね、障害の症状とか、配慮することはありますかとか、そうですね、カナ入力ですかとか、ローマ字入力ですかとか、あとここに来るまでの道筋とか、あと介助者、車椅子できますとか、杖できますとか、そういったことの確認をさせていただいています。あとは、受講者向けのカリキュラムを作成、まあ、もともといろいろ作ってある教材があるんですけれども、それを準備します。それと、会場の設営、パソコンを設定したり、それから印刷、プリンターの確認、そういったことをやっています。それと、あと一番大事なのが、この担当者ですね、サポーター、講師って言ってるんですけども、当日のサポーターの割り当てです。やはりそれが一番相性のいい場合もあるので、そこのところがちょっと難しいところなんですけれども、そういったことの準備を出します。はい、では、さていよいよパソコン教室、当日は1回2時間半、午前と午後、2回にわたって4人4人で計8名の方を、指導させていただいています。で、受講者1人に対して、2人から3人のチームでサポートしています。ですが、ちょっと今、コロナでね、なるべく人数、部屋の人数限られていますので、まあ、1対1っていう時も多くなっています。で、先ほどもちょっと申し上げましたが、一人一人に合わせたペースで進めるということを重視しています。あと、個人情報の保護、これはとても注意しています。やはり外部に漏れて困るようなこともあると、私たちの会の信用にも関わるので、この辺はきちんと、管理して、年度末には全部、区からいただいた情報は全部破棄するようにしています。で、最後に、継続サポートの案内を区の方からしていただいているところです。で、ちょっと申し遅れましたが、パソコン教室の始まって、まず開会式があるんですね。で、開会式にあたっては、区の方の職員の方から説明をしてもらい、で、皆さん受講生の方から自己紹介をしてもらいます。で、当然私たちの、講師の方、講師の方も、自己紹介をして、その時にちょっとみんなで顔合わせをします。で、この時はちょっとかなり皆さん緊張してるんですね。初めてやはり、来た場所で初めての講師の方と対面するっていうことがとてもやっぱりプレッシャーになってる人も多いのです。ですけれども、この2時間半の講習が終わって最後に閉会式があるんですね。で、その閉会式の時に作られた作品ですとか、表の表計算を出した、プリントアウトしたものとか見せていただきながら感想を述べていただくんですけれども、もうとってもリラックスして、なんか楽しかった、また続けてやりたいなっておっしゃってくださる方が多いので、とっても嬉しく思っています。とですね、次に、
継続サポートっていう制度がありまして、やはり皆さんご存知のようにパソコンで1回だけ習っただけではとても、ね、追いつかない奥深いものがありますので、継続サポート、まあここ3回って書いてありますけど、2回でも2回でも3回でも、まあ、マックス4回までご希望があれば繰り返し練習いたします。でやはり車椅子とかで来られる人はちょっと大変なので、ご自宅の方に私たちが伺って、プリンターの設定とかネットワークの設定を行うということもありますし、もちろんそちらの方で指導をさせていただくことも多いです。それが継続サポートになります。で受講生の、資格ですが、こういった障害者手帳を持っている方を対象にしています。視覚障害、聴覚障害、知的障害、精神障害、肢体不自由の方でも、同じ視覚障害との方といっても見え方がそれぞれ違うので、やはりその方その方に合った寄り添ったサポートを心がけております。では続きまして、はい、お願いします。今度はですね、 IT 支援ボランティア養成講座というのがあります。これを、ね、紹介したいと思います。これはですね、今まで言ったパソコン教室とか、居宅サポートというか、ね、自宅行ってサポートするとかいうことに対するサポーターを養成する、そういう目的の、講座です。ですね、まあそうですねいろいろ新しい、まあ、チャンネルするきっかけになると、まあ、そういうことなんですけど、まあ、これ終わった、人の半分か8割ぐらいは、私たちの会に入ってもらう、そういうことになっています。具体的な内容なんですけどね、どういうことかというと、まず障害についてどんなもんかという話をします。それから、まあ、ITC やボランティアについて、ですね、ボランティアのやり方、サポートのやり方でやっぱりこう相手の目線に立ってね教えるとか、まあ、そういった話を、まあ、します。それから、まあ、コミュニケーションですね。それから活動事例は、まあ、いろいろあります。でこの後なんですけど、まあ、技術的なものなんですけど、肢体不自由の方とか視覚障害者、それから聴覚障害者ということに関してはやっぱりどういうツールがあるかということを説明します。で一番大きなのは、まあ、ソフトウェアでいうとそのPC トーカーとかいうものが、読み上げソフトですね。そのネットリーダーというウェブのブラウザを一つ一つ読み上げてやるようなソフトがあります。そういった説明とか、まあ、UD トークとかですね、そういうのとか、あとはユニボイスといって今QR コードじゃないんですけど、なんか、それ用のコードがあって、それを読むと810ぐらい読み上げるんですかね。だから今ものによってはドキュメント、紙の媒体の上にそういうものがあって、それをやると、読めるようです。例えば今東京防災でしたっけ、ああいうやつに1ページ1ページについてます。まあ、そういった話をやります。それから具体的に言うと、すごく特に肢体不自由な方の、装置、機械ですね、あれが結構いろいろあってですね、まあ、そういうことを実際にどんなものかというのを見てもらう、そういうことをしています。ではそうか、今までどんな人が、受講しているかというと、まあ、区法を見て、まあ、今回は、10月11日の、区法を見て、まあ、来ると。それから、まあ、興味があるとか、あとですね、やっぱり自分の知識ってですね、時間を社会に還元したいという方、大体パソコンのある程度使えれば
実際にサポートできるので、そういった方が、また来てます。あ、それでですね、実は今度はあの、講座は、11月の14日にあります。それで、場所は中村橋の福祉ケアセンター、そこで行います。で、実はですね、締め切りが明日なんです。11月の2日で、練馬橋、あ、中村橋に福祉ケアセンターってあるんですけれど、この電話番号に、かけていただければ、できます。まあ、具体的には多分区号があればそれは細かいことは、一応いろいろ書いてあるのでそれを見ていただきたいんですけど、あのチラシだな。こういうものですね。こういうチラシが、まあ、あちこちに置いてあるので、まあ、分かれば見ていただける。定員が10人。それで、まあ、自己流1000ということになっています。で、下の方にちょっと書いてあるのが、どんな人が、受けてきているかというと、下の方にね、まあ、仕事で使ってたワードとかね、そういうもので、人にサポートできるということは、ということで、まあ、こういうのを作ると。それから結構、本当に仕事でがんじがらめだったけど、今度、これからは、そのね、あんまり、お金に関係のない、自分のために、行動したいと思って、そういう、ことが、応募するということに、人が来てます。ということで、明日まで、まだちょっと若干、余裕があるので、あと多分私どもの方に連絡があればちょっと横道からというのも、まあ定員が、あ、余っている時はですね、そういうこともありますので、ぜひ、応募をお願いしたいと思います。じゃあ以上です。はい、西岡さん、最後じゃ締めていただいて。締めます。はい。じゃあ、もうそういう団体です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。いや、本当実にね、こう個別のカリキュラムに継続サポートもありで、またね、ボランティアとしてもね、すごくやりがいがあるのかなとすごく感じました。ここはちょっと大森さんにコメントいただきたいかなと思います。大森さん。はい。皆さんありがとうございました。なんか和気あいあいと活動されているのが画面からもすごく伝わってきました。実は私、この間の日曜日に、障害のある方、知り合いの方からちょっとご連絡いただいて、Wi-Fi の設定ができないということで、ちょうどご自宅に伺って、設定をしたところだったんですね。ただやっぱりなんか知識がないと、もうやっぱり行くだけだとあたふたしてしまって、なんかこの養成講座すごくいいなと思いながら伺ってました。ちょっと11月は日程がちょっと合わないんですが、毎月やってらっしゃるんでしょうか。ちょっと聞いてみたいなと思いました。ですね、これは、パソコン教室は年にじゃなくて ITC、 だからパソコン教室は年に3回ですね。で、 IT 支援養成講座は一応2回です。で、午後、今ちょっと時間が短くなったので、午後だけでやってるって感じですね。ですので次回がもう来年になってしまうんですよ。そうですね、はい、7月と今年はその11月の2回にやることになってますので、次回が来年の7月ぐらいになってしまうので、なんとか予定が、ね、あれば本当にいただきたいです。はい、わかりました。ありがとうございます。実はですね、毎月例会やっててですね、その時に、まあまあ、この受けなくてもそっちに来るということはできます。で、大体毎月その例会の中で、その系統の勉強会もやってますので、そういう時にね、
一緒に来てくださればいいかと思います。ありがとうございます。ぜひ参加させていただきたいですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一応ホームページ探してくださってそこに見学希望っていうのありますから、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こうね、あの会の雰囲気まですごく伝わりました。はい、それでは皆さん、あのパスボタンさんに拍手の方をお願いいたします。